浅間大菩薩の御在所とされた人穴の上部にある石碑富士信仰は富士山の神に対する人儀信仰。山岳信仰の一つ。富士山本宮浅間大社、富士山家宮小室浅間神社。富士山を拝する形態が見られる。富士信仰は富士山そのものを神と見立てるなど何らかの形で富士山を信仰、崇拝の対象とすることであり。 代表的なものとして、浅間信仰がある。その他、著名なものに、村山主弦や富士港などがある。富士信仰史の流れを大まかに分けると、富士の三神を祭り拝むための社殿街と名まれ始めた、原初的山岳信仰の時代、仏教が流入し、従来の神志思想と集合した山林仏教として発達し、富士山東廃を目的とした富士道社と言われる。 山岳修行者が現れる、霊山信仰的性格の時代、平安末期から、組織体系化が進んだ、山岳修行者たちによる、主言霊上的性格の時代、南北朝、室町期から高まっていった、一般庶民らによる富士山東廃を目的とした富高、富士公、富士公人の時代、幕末明治期以降の強派信仰の時代となる。ここでは特に、浅間信仰について詳述する。 古くに富士そのものを崇拝の対象にする思想が生まれ、山麓の諸地方に富士の三神である浅間大臣を奉納祭祀する神社が設立されるようになった。浅間信仰とはそれに橋を発する信仰である。浅間信仰の核となる浅間神社は富士山の神霊として考えられている浅間大臣を祀る神社である。静岡県及び 山梨県を中心として全国に約1300社のが分布する。富士山八8合目以上の大半の境内とする、富士山本宮浅間大社を総本宮としている。なお、富士山本宮浅間大社の元宮とされる、富士山本宮三宮浅間神社は、社殿を持たない形式の神社であり、富士信仰の最主形態を持つ神社として希少である。浅間大臣は、 この花咲くや姫命のことだとされるのが一般的である。浅間神社の祭神がこの花の桜姫となった経緯としては、この花の桜姫の出産に関わりがあるとされ、家中出産から火の神とされることがある。しかし、富士山本宮浅間大社の社殿では火を沈める水の神とされている。しかし、いつ頃から富士山の神がこの花桜姫命とされるように、 なったかは明らかではない。多くの浅間神社の中には、この花咲や姫命の不信である、大山墨神や姉神である、岩長姫命を主祭神とする浅間神社もある。浅間神社の中には、浅間作りと呼ばれる特殊な複合社伝形式を持つ、ものもある。浅間大神は、神仏集合によって、浅間大菩薩と呼ばれることもある。富士山はしばしば噴火をして、 山麓付近に住む人々に被害を与えていた。そのため噴火を抑えるために、火の神、または、水徳の神であるとされたこの花咲や姫を、神体として誕生された浅間神社も多い。富士信仰とは、直接の関係はないが、日蓮州富士門流も富士山に拠点を置いている。周素日蓮の、富士山に、本門の階段を建立すべきものなりとの異名に、 基づき、富士山麓に多いしてらが混流されている。その他にも、日蓮の皇帝、日光及びその弟子たちによって、有力な人、宗派が開設されており、上城大石寺、北山本門寺、西山本門寺、小泉久ん寺、下城明蓮寺を総称して、富士五山と呼ばれる。富士信仰とは直接の関わりはないが、やはり現在においても富士山は、 宗教的な聖地とみなされることが多い。八甲正広会オウム心理教、法の花三宝行のように活動拠点を置くなどする新宗教教団が存在する。浅間神社の語源については諸説ある。富士山が立地する地域周辺には選挙遺跡や牛遺遺跡など、縄文時代五番記の祭祀遺跡が複数発掘されている。これらの遺跡には、 排斥以降を伴う特徴があり、富士信仰に関わるものではないかと、学術的に考える意見が存在する。これが正しいとすると、少なくとも縄文時代以前には、富士信仰の原型があったこととなる。富士山が民衆の信仰を集めるに至るには、登山の大衆化が大きな要素としてある。富士山の登山の記録として古いものでは、縁の行者の登山がある。 日本原法全悪霊域には、夜をおするが、富澄峰しかも治む。とあり、縁の行者と富士山との関係が伺え、平安時代前期の官僚貴族で学者の都吉香の、ちょっとされる、富士山記には、昔役の孤児というものをはべりて、その頂に登ることを得たりと。とあり、縁の行者と富士山を結びつける記述は多く見られる。富士山解散の外される人物に、 松大商人がいる。本朝世紀に、絶足、駿河国有一商人、高富士商人、その名称松大半島富士山、いおよび数百度、山頂構え仏閣かの大日寺、とあり、富士山頂に大日寺を建てたことが記されている。このような行為は、信仰からなると考えられ、富士信仰の大きな起点であった。また松大は、 修験道を組織した人物とも考えられ、富士信仰の変異に大きく関わる人物である。平安時代成立の地蔵菩薩霊元記には、松台商人とゾウンイケル。彼の戦鶴ヶ富士のお竹を、廃したまふに、その見花をも彼の竹に、就寝して、ふもとの里、村山と白須初日、おしめ、とあり、松台商人と村山の関係がうかがえ、松台が、 村山主源を成立させたと考えられている。村山主源は民衆によるまとまった形の富士信仰の例として最も早い。他にも平安時代末期の両人秘書には四方の霊言書は駿河の富士の山の道場と聞けとあり、少なくとも平安時代末期にはすでに富士山が信仰の対象となっていたことがわかっている。 日本文徳天皇実録に、イスルガ国浅間神を名神とあり、忍術三年に浅間神は名神に列した。また、日本三大実録に、スルガ国十三位浅間神聖三位とあり、上岸一年には肖像くらいの異界を与えられ、昇進している。また同じく、日本三大実録に、富士軍の聖三位浅間大臣の大戦とあり、これらの記録から、 文化活動を抑えるために、律令国家の手により、浅間神が採取されるようになったと考えられている。これが、現在の富士山本宮浅間大社である。このように、まず、駿河国に、富士山に関する真史が成立したと考えられている。日本三大実録の上岸6年8月の報告に、下次海の国志雲、駿河国富士山美、彼国言上。 ケツのメドギキウン、アサマメイシンネギ祝童、付近、サイタカユキところいたすまり、とある。このことから、駿河国にすでに、アサマ明神を祀るネギや祝が存在していたことが、わかる。上岸7年12月の報告に、海の国八代白軍立アサマ明神祠、コ列を感謝、即を結祝ネギ、随時松室祭り、とある。これを天気として、 海の国側にも浅間神社が建立されることとなる。このように噴火への器具などから徐々に浅間信仰は拡大していくこととなる。なお、浅間神、浅間大臣、浅間明神など、呼び名には、時代や記録により、差異が認められる。吉経木には、山伏の行はいて、一条菩提の峰、釈迦ヶ岳の有様、八大金剛同時の御神差し、 富士の峰、山伏の祈りよしなどを問うときは、誰か、キラキラしく答えて通るべき、とあり、富士山と、主言道の関係が世に知られていたことがわかる。富士に死す ISBN41 億6711万2299、小説先夜姫 ISBN47 億8388万204。ありがとうございます。